リツルの勝手に村おこし旅、2019年8月8日、き、夜6時55分。エビツルの勝手に村おこし旅、エビス吉和と鶴の武志の二人が今回は千葉県外房を軽ワゴンを装飾した、エビツルワゴン、で巡る、銚子をスタートした二人が最初に、村おこし、をすべく立ち寄ったのは外川漁港で絶品食材と地元の人しか知らない漁師飯を創作、ご馳走になるための秘策がエビス画伯の似顔絵、果たして、絶品料理にありつくことはできるのか？エビツルワゴン、お運転は鶴野さん、エビスさんはナビ担当、エビスさん、地図が読めずに悪戦苦闘、目的地にたどり着くことはできるのか？珍道中に交互期待。出演、エビス吉和、鶴野武志。